それじゃあ、今日は731部隊の特に被害者ですよね、被害者遺族のお話を中心に、あ、そうか、犠牲者遺族じゃないんだ、被害者遺族っていう名前でしたっけ、まあ、犠牲者遺族というのは、まあ、いいですけど、まあ、鳥居靖さんにお話をしていただくというふうにしたいと思います。で、今日、まあ、来てて、前の毒ガスの話をした時の方が結構多いのかもしれませんけど、731と毒ガスすごくつながっていますので、あの時質問であった東京裁判についても、やはり731が証拠としてやらなかったということと、毒ガスも一旦は起訴するということで検察官作ったけど、それも取り下げるということになったというのは、経緯を見てもですね、やっぱり隠す意図的にかなり隠そうとされているものが、この731の問題であり、毒ガスの問題だということだと思います。で、鳥居さんの、鳥居さんはあれですね、一番やってらっしゃる人骨の真相を究明する会の事務局長を29年あ、じゃあ28年、うん、30周年ですね。でその、まあ、毒ガスのお話をした時も、そのね、私の原点が実はそういうところにあるってお話したと思うんですけど、この事務所の近くにですね、富山、新宿区の富山があって、でそこの、陸軍軍医学校があるんですけど、陸軍軍医学校の隣接したところに、石井四郎731部隊の司令部ですね、これが実はあって、でそこから、まあ、行方がわからないその人骨がたくさん100体以上の人骨が出てきたと。でその真相を究明する住民運動が始まって、でその事務局長を当時からやっているんですよね。確かに当時そうでした、やってらっしゃる当時からじゃなくて、まあ、ちょっと私すいません、紹介する方が準備不足なんですけど、まあ、その時から私も一緒にずっと、そういう人骨の真相究明する会をやっていて、そこからこの731部隊の被害者遺族とお付き合いをするということになっているという経緯があります。でそこを中心にやりながら、今あれですよね、武蔵野の方ですごくいろんないっぱい市民の活動を中心的にやられています。まあ、そういう活動もやっているということです。はい、じゃあ今日よろしくお願いします。じゃあ、まあ、今だいたい南先生の方からご紹介がありましたのですが、簡単に自己紹介から、したいと思います。今話にありましたように、多分そうですね、裁判を起きた頃からすでに事務局長だったかもしれないですね。1989年ですから、まさに昭和天皇が亡くなった年ですね。その年の7月に新宿の、国立予防衛生研究所か、当時ね、国立予防衛生研究所の建設現場から大量の人骨が発見されるという事件がありまして、で、この骨は何なのかということで、でその場所がちょうど戦争中陸軍軍医学校があった場所なの で陸軍軍医学校というと、当時ちょうど当館に代表でありました常石圭一が当時長崎大学にいて、でちょうど神奈川大学に移って出てきたばっかりの頃だったんですね。で常石さんが、あれは山中浩って言いましたっけ、暴れ八着の作者、あの人がなんか戦争の関係の資料一生懸命集めてて、で軍医学校の資料をなんか大量に見つけたんですよね。でそれが常井さんの方に回って、常井さんが分析した結果、731部隊の本拠地というか本拠は東京の新宿にあると、新宿の防衛研究室がそこであるという資料を見つけたわけです。それでたまたまそういう経緯があって、ちょうど1年経った時にその場所から人骨が見つかったと。
その場所ってまあ300メートルぐらい離れてるんですけども、その敷地内から人骨が見つかったという事件があって、それでまあ、あの新宿の市民活動家とか、それからあの当時ちょうど89年ですから、あのそれで昭和天皇が亡くなって、その皆さん覚えてるかどうか、なんかちょうどの重しが取れたみたいに、あの戦後保障運動がバーッと噴出した、時期ですよね。91年のキム・ハクスンさんのカミングアウトとか、それから彼先行して80年代からは、あのうちの人骨問題と、それから花岡の運動が強制力で、だいぶ先行したと思いますけど、まあ、そういうのがこうわーっとこう起きてですね、それであの市民も大きくまとまって運動が活発になって、それからアジア民衆法廷っていうのがあって、いろんな学者さんたちが集まって、あの日本の戦争責任考えるべきだっていう、でまあ、結局準備会で終わっちゃったんですけどね、その会は。でそういう機運の中でこうふつふつと、あの今までタブーみたいになってた、まあ、天皇の戦争責任の、あの問題も含めて、そういうのがここに出てきたんですね。でそういう中でたまたま人骨も、あのまるであのそれを待ってたかのようにこう地下から出てきたわけですよ、見つかったわけですね。でそれでこれは731部隊と関係あるんじゃないかっていうことで、多くの市民や学者や研究者とか活動が集まって、救命活動が始まります。で当時はあの新宿区も、あ、そうか、ごめんなさい、人骨の話をするんじゃないんだっけ、自己紹介ね、ちょっと簡単にしますけど現在速度を関連するからまあね、でまあとりあえずそういうことであの救命活動が始まって、で、軍医学校跡地で発見された人骨問題を究明する会っていうのもあのスタートします。で、その中で、まあ、当時は新宿区もこっちと一緒になってあのやり取りしたんですけども、何しろあの骨がいっぱい見つかって謎の骨だと、でこれ身元調査あのしないのかっていうことで、あの身元確認すべきだと、あの犠牲者と思われる方の遺族にこう紹介すべきだっていうのと、これだけニュースになって出てきても申し立てる人もいないからっていうことで、あの当時厚生省ですね、まだね、厚生省の方はあの、速やかに葬るべきだっていうことになったわけですね。で日本の場合はあの墓地埋葬法であの焼却しなきゃいけませんから、人骨を燃やすことになる。そうすると人骨そのものが載っているさまざまな情報がありますね。あの DNA 鑑定もできるし、それからあの化学鑑定さまざまできます。それから死因の調査もできます。そういうのが燃やすと全部なくなっちゃうんですよね。でそういう意味で言うと、あの戦争犯罪の証拠隠滅にもなるし、まあ、我々は当時あの被害者を二度殺すって言い方をしたんですけども、また殺すのかっていうことで、あの厚生省で、厚生省の方はとにかく速やかに葬るべきという中で、まあ、731部隊との関係が当時取り沙汰されてましたから、あのとにかく731部隊の犠牲者遺族がいればその人と会って、話を聞いてこようと。で、まあ、あわよくばその、身元確認がね、あの必要であればぜひ申し立て書みたいなこう書いてほしいっていうような、あの、まあ、交渉といいますか話をしに中国に行くっていうこの調査団を1991年の6月に2名の先遣団、それから8月に、18名 の、 あの本調査団で行って、で、その時の記録をまとめたのがこれなんですけども、でその中で明らかになった、事件が、あの今日お話しするあのボタン工事件なんですね。まあ、大体こんな流れです。でちょっと自分の自己紹介もう少しさせていただくと、まあそれ以来ずっとあのその時は僕が本当に初めて海外旅行で中国行けるっていう、こうあの喜んでたような、もう本当にもう何の知識もない731部隊もその時に初めて「白馬の宝飾」っていう本であのにわか勉強して、であのついてった後ろからついてただけなんですけどね。で帰ってきてからニュースを作るようになって、でそれからこうこの運動にこうのめり込んでいくことになるんですけども、それで新宿の運動で、私自身は武蔵野市に住んでるもんですから、あのちょっと遠いので、あの新宿で、まあ今日みたいな時にはこう来ますけども、まあ、できれば地域で、できることは地域で済ましたいってこともあって、あの
新しい運動を立ち上げてやったんですけど、まあ、新しい運動を立ち上げると本当は人骨問題を補強するために作ったつもりなんですけども、一緒にやるメンバーそれぞれの思いがあるので、またいろんな違うこともやんなきゃいけないっていうので、先ほどお配りした、今武蔵野市で平和のための戦争展っていうのを最初には7歳児舞台展やったんですけどね、それから今年は抵抗の文学ということでプロレタリア文学の関係やりました。で11月は武蔵野市 のいろんな団体が集まって、実は武蔵野市には中島飛行機っていうの工場があってエンジン作ってたんですけどね、で B29 による空襲が、一連の空襲があって、その一番大きいのが3月10日のね、東京大空襲って下町の空襲だったわけですけども、まあ、新宿も空襲を受けてますよ。ずっと実はその一連 の空襲の最初が実は中島飛行機が標的だったんですよ。ですからその空襲の始まったのは11月24日なんです。1944年の11月24日で、まあ、それをでその時に多くの犠牲者被害者も出てますので、まあ、それを武蔵野市では平和の日っていうことでまあ、平和を記念する日に市で定めました。でそれはたまたま市長が保守の市長から革新の市長に変わるときに、それを平和の日を制定するっていう公約を掲げた市長が出たものですから、で市民の方もそれを応援して、で平和の日には何かやろうっていうことで、まあ、いろんなイベント今までやってきたんですけど、最終的に落ち着いたのがその11月3日憲法公布、公布でいいんでしたっけ、で公布でいいんですね、で24日が平和の日、武蔵野市の、でここの間の11月を平和月間として、この間に武蔵野市内、まあ、からちょっと周辺地域も含めてですけども、こういうさまざまなイベントを企画してやるということで、こういうタブレットを作っています。でその中で私たちは武蔵野科学と戦争研究会という会で、今年はなんとちょっとね、そちらの企画とぶつかっちゃったんですけど、16日に多摩霊園のフィールドワークをやることになってます。ちょっと残念ですけどね、しょうがないということで、ただその和田さんのお話の企画は731部隊にまさに特化した内容だし、でこちらは今回はちょっと731のところを外して、で今年はプロレタリア文学のことやったんで、文学者なんてところもあるように、してますんで、趣旨は違うので、それぞれ興味があるところもあるので、自己紹介これぐらいにします。で、あとついでにごめんなさい、もう一つ人骨の会ではこれ今度の土曜日なんで、今度の土曜日っていうことはもう何日もないので、でチラシもあと5枚しかないので、これもし参加される方は今日申し込んでください、でチラシがだから必要な人は取ってもらって、で実は登戸研究所は資料館があって、でそこでタダで案内してくれるんですけども、まあ、一応こちら団体で行って、ね、ちゃんとした資料を作ってお金いただいてやることになってます。まあ、以上で自己紹介 で本題に入ります。いや先ほども言いましたように、その91年の時にそのじゃあその人骨の遺族を探し、まあ、遺族とこう申し立てる人を探してこようじゃないかということで、まあ、この訪中したわけですけれども、その時の記録はまた詳しいことは割愛しますが、でその中で、実際に731機関の犠牲者の人と、まあ、会うことができました。で当時の中国側の、調査状況っていうのはやっぱり森村誠一さんの悪魔の飽食が中国でも翻訳されていて、それが大きな影響 でそれからですよね、中国でもその調査が始まったのが、で始まったって言っても当時は今でこそ立派な新華日軍第7三あなんだっけ新華日軍第7三一部隊第731部隊在所陳列官っていうのは、まあ、当時からそういう名前なんですけども、うん、非常に立派なものができて、世界遺産も
目指してるんですけども、まあ、そういう立派になるのにはね、我々の運動も実は関わってるんですけれども、まあ、それを話は置いてきまして、あの当時は本当にあのほとんど民間と言ってもいいぐらい の, あの非常に細々とした個人的な調査で、それでもあの中国をこう広くね、あの回りながら遺族を探し歩くっていうことがあって、それから資料も調べるっていうことがあって、で当時で59名の被害者の名前が分かってました。まあ、主にあのハバロフスクの、ね、裁判公判資料だとか、まあ、そういうものからあの、名前が分かっていて、それからあの答案監視料なんかも、まあ、多少あったのかな。それで、あのその59名のうちあの遺族の人がもう分かってて、そういう人の話も聞けてるっていう例もありました。でそういう中の一つに、シュシエイさんという、ね、犠牲者の方がいて、でその人 の,、あの夫がシュシエイさん、その奥さんがあのチンランジさん、あのケイランシさんですね。中国チンランジ、チンランジ、まあ、一応あのあまり中国語もできないので、ケイランシというふうに日本読みであの発音させていただきますけど、でその人の関わる事件についてのお話が今日のお話です。それであの、まあ、一応この本の内容をそのまま話してもよかったんですけど、まあ、ついでだからといっていろいろ調べてみたら、なんとボタコー事件というのをインターネットで調べるとウィキペディアに出てまして、でそれはあのそこにあるようにあのロシアがあの日本の敗戦間際にロシアがずっとこう入ってきて、その避難民、ね、がロシアの飛行士団によって東亡民の襲撃により虐殺された事件というふうに出てくるんですよ。まあ確かにこれも犠牲者の人数多いし、あの悲惨な事件ではあるんですけれども、でただしこのその事件の出典がこの下にある通りに、この人だけ の, あ の, のまあ言ってみれば回顧録みたいな、話だけ で, でちょっと疑わしいみたいな、あの出典の一つしかないということで、そういうマーク付き の, あの記述でしたけれども、であのあこあボタンコー事件っていうとこっちなのかって、まあ、まずインターネットで最近調べた人はみんなそう思いますよね。だけど調べてみると、我々がボタンコー事件って言い始めた時の方がはるかに早いんですよね、時期が。これだって2005年でしょ、上の事件はね。で我々がボタンコー事件って言ったのは、こういう本だとかニュースの中で言うようになったのは1991年ですからね。でそれの元は中国側の資料なんですよね。で中国側でももっとその前からボタンコー事件で、あとね、そしたらね、トンカ事件っていうのも似たような事件があって、これもトンカっていうと我々だと毒ガスの問題になりますよね。ところがこれもやっぱりで、ね、あのちょっと話が今回の趣旨からずれるんですけども、僕ちょっと怪しいなと思ってですよ、意図的にやってんじゃないかなと。なんかこういう日本が悪いことやったっていう事件があると、それとすり替えるようにして日本が被害を受けた事件を出して、でそしてあのしなんだヤフーの質問のコーナーの中でもあるじゃないですか。そうするとわざわざそういうふうに言ってね、批判したりしてるんですよ。だからここちょっとあのネット上の何、我々とそういう人たちとの間のこの戦いっていうのもね、ちょっと意識しないと、あのこういうところで喋ってるだけだとやばいかなっていうのをちょっと思いました。まあ、ちょっと余計な話でした。で、あの本題に戻りますけども、我々が言うところのボタンコー事件というのは、そこに書いてある通りです。2番のところですね。ハルピンから 300km 以上東側にあるボタンコーという町があるので、ボタンコー市って、まあ、結構大きな観光都市みたいですけども、そこで1941年の7月16日の早朝、地下反日放送局として機能していた張文全と朱子英の自宅が日本の憲兵隊に包囲され、抗日情報活動家の朱子英が逮捕されるました。であの朱子英が逮捕されるのはあの自宅じゃないんですけどね、あの自宅ではあの奥さん の, あのケイランシさんが待ってたんですけども、あの主人が帰ってこないと思ったら、その憲兵が入ってきて家宅捜査されたってことなんですけども、で張文全の方はあの、これも自宅に踏み込まれてで逃げるんですけども、また別のところで捕まってます。
で、芋づる式に王政林、慶音髄、孫長山、五殿光も逮捕。で、拷問の末、朱子英と慶音髄が731部隊に送られ、でそれから長文前王政林は行方不明ということです。で、このこういう事件、これをボタン工事件と、言います。あ、さらに、まあ、総長さん御殿公も731部隊に送られています、ね。で、まあ、だからこの事件の出典はこの本です。で、この本は我々がまとめたものなんですけども、でこの本の元は、中国側の、まあ、要するに、当事者の証言と、実際この慶蘭氏さんっていう人は憲兵に拷問も受けてますからね、でこの人の証言と、それから、日本帝国主義中国侵略資料集のナンバー5っていうのは、中国側でもやっとこのぐらい の90年代に、80年代かな、こういう歴史資料をまとめ始めて、でそのうちのナンバー5っていうのがちょうどこの細菌戦と毒気戦、まあ、毒気戦というのは毒ガス戦のことですね、これについてのさまざまな記録をまとめたものです。でそこにこの本の中にボタン工事件という形で出ているんですね。でこの同事件は実は日本憲兵正史の方にも記録されています。日本側の資料ですね。で憲兵がこうやってこう逮捕した。ただしその事件は長文前事件というふうに記録されています。日本憲兵正史って結構こんな分厚い本ですけども、その中のコピーが、その長文前に関するあれがこれなんですけどね、こういうこれがその1ページ分の記事なんですけども、まあ後で見たい方は、でこれ見ると、まあ要するに大連が、まあこう広くね、中国の東北地方の、千春から要するにハバロフスクに、要するにソビエトですよね、本部があって、で帝国主義に抗日戦としてそこからこう、まあ、派遣されて、でそれで全体の統括したのが小国人っていう人なんですけども、小国人っていうのは、あ、小国人の写真は載ってない。あ、そうか、諸国人の写真がない、別にいいか、隠すこともない。この写真はね、これは今これ使っちゃうとまずいんです。これは実は被害者日本人なんですね。なんだっけ、事件は、西南事件ですか。西南事件で中国の暴漢にやられた日本人の検視をしているところの写真みたいですよね。でこれ有名な写真で、ところがこれが731部隊 の犠牲者の写真だってことで流布されて、それで中国ではもうずっとこの写真がそういう形で掲示されてたんだけども、まあ、今は逆に中国の研究者にこれを見せると、あなたの方が間違ってますって言われるぐらい、中国側もきちんと歴史検証ができて、なさるようになりましたけど、だから初期の頃、まあ、91年の時に作った本ですから、ちょっとね、間違った写真使っちゃったんですけど、小国人の写真はなかったか。まあ、で、この小国人っていう人が全体を統括して、で、ボタン校とか いくつかの都市にそういう反日、帝国主義、情報活動センターみたいなのを作って、でそういうチームでね、まあ、スパイ活動というんでしょうかね、抵抗運動をが組織されてたんです。でそれに対して、そうですね、右側 の3番のところちょっと見てほしいんですけど、まあ、ちょっと1行しかないんですけども、まあ、こういう憲兵の方もね、こういう
特設憲兵隊っていうのを組織して、これ86部隊っていうのは、まあ、いわばあの無線探索部隊、要するに科学部隊なんですよね。科学的にそのそういう諜報活動をこう検挙するという、でこれはあのかなり のエリートを集めて、で3年も教育して、でそれでこう憲兵活動をやろうとなったんだけども、まあ、ろくな成果が上がってなかったので、当時ボタン校っていうのは非常にあのそういうスパイ活動が盛んな地域だっていうふうに言われてたんで、そこにこうあの目をつけて、でそこにその86部隊行って、でかなりもうずっとこう探索を続けてみたいですね。でその探索に引っかかっちゃって、で一方でこの、張文善という人が諸国人に派遣されて、ボタン校にその、まあ、つまりチームを作るわけですね。でその中で、朱子英さんはあの、まあ、張文善の右腕みたいな形 で両方の家に無線機を置いて、であのハバロフスクにいろんな情報を発信してたと、いうのは2番のところですね。でその、チームを、一網打尽にするってことで86部隊が、まあ、活躍というんでしょうかして、であのその回電波の発信場所をこう探し当てて、でそこにこう踏み込んで、で一網打尽に逮捕していく、でこう逃げた人もこうずっと捕まえていくっていうのが、そういう一連の事件を、まあ、ボタン校事件というふうに言います。で、こうやってあのこういう時にね、相手はスパイじゃないかと。で731部隊の場合も、731部隊の犠牲者は、いわゆる死刑判決を受けた人だとかスパイだった人を捕まえて、で死刑になる前にこう部隊に送って、まあ、あの尊い犠牲になったんだみたいな言い方をする人もいるんだけども、じゃあその中国でなぜそういう人たちがスパイになってたかっていう時代背景っていうのを考えましょうっていうのが、あの左下のところですよね。まあこの辺の話はもう皆さんに、僕の方からするのも釈迦に説法みたいなもんでしょうけれども、まあ、一応あの731部隊中心にまとめてみました。まあ、1931年にあの流浄湖事件があって、でそれをきっかけにして、いわゆる満州事変という形で、あの謀略によって、まあ、関東軍があの中国の東北部ですね、あのいわゆる満州をこう、抑えて、あの軍事的に抑えて、でそしてあの傀儡国家、あの秦のね、あの中国が秦を倒して中華民国ができてたわけですけども、あのその最後の皇帝といわれる皇帝溥儀を、まあ、拉致したんだが、まあ、あの溥儀の方も納得づくだったのかよく分かりませんけれども、その辺はあの皆さんの方がよくご存知かと思いますけど、あの、とにかく連れてきて、それで皇帝に据えるわけですよね。でその政府の中にも、あのもちろん中国側の人もいるし、それから中にはその当時中国で東北部で軍閥を作ったの、張学良のね、軍の中のメンバーの中にも、まあ、その後別れたんだからなんだから、あの、満州国の政府に入っている人もいるわけですけども、であのそういうと一緒に日本の、ね、あの関東軍もその政府の中に入っているわけですよね。ですからもう事実上の傀儡国家としてスタートするわけです。でもちろん世界はこれ許しませんから、国連を脱退することになるわけですけども、国際連盟ですね当時ね、で、まあ、満州を手に入れたと。で翌年に、まあ、満州国、建国して、その1932年の同じ年には、あの新宿の方に陸軍軍医学校の中に貿易研究室というのが設置されます。でこれが731部隊の中枢機関になるわけです。で一方で、731部隊の前身である統合部隊というのが敗因河で活動を始めます。でここでもいろんな人体実験もされているようです。で1933年に貿易研究室が拡張するというのは、あそうか、まあ拡張しました。まあ、人骨そうか、あったかな、ないか、ちょっともう本当に今日、今回ボタン工事件に絞
係しか資料を集めておけてないのでですけども、まあいいや、その部分についてはまたリクエストがあれば、ねお話しする機会もあるかと思いますが、ちょうど軍医学校に隣接する場所に小根木営伝隊があったんですけど、この小根木営伝隊の広い敷地を譲渡してもらう形で防疫研究室が大きく拡張します。でそこは軍医学校内でも非常に秘密性の高い場所だったそうです。でそこでその防疫研究室の役割は、日本の医学アカデミズムですね、東大、京大、その他一流大学の、そういう医学者たちに731部隊での研究成果を、研究成果というのは人体実験の研究成果ですね、これを提供する代わりに優秀な人材を供給してもらうと、そういうつまり日本でできないような実験は、731部隊で、その代わり人材は供給してもらうっていう、こう利害関係のそのネットワークの中心にこの防衛研究室がそういう役割を果たすわけです。でちなみに、防衛研究室の、室長は石井四郎、731部隊の隊長と一緒なんですけども、石井四郎はやっぱり中国やなんかこうあちこち、で歩いてますから、実質的にそこを取り仕切ったのは内藤良一で、内藤良一は皆さんご存知か、戦後は日本ブラッドバンクを立ち上げて、この日本ブラッドバンクの立ち上げも、731部隊の関係者が多く集まって作ってますね。で、その後緑十字に変わって、それから例の事件がエイズのね、エクエイズの問題なんかを、エクエイズの問題が起こるのは内藤良一が死んだ後なんですけどね、表にパンと出てきちゃうんですね。まあそんなつながりになります。で1936年に、いよいよ廃因果では秘密性が保たれないということで、貿易部とか、それから軍需貿易省っていうのは100部隊なんですね。731部隊で100部隊ということで、そういう細菌戦 の, 研究がいよいよ本格的にスタートするということで、でその後日中戦争が起こって、でそれから1938年に特異扱いに関する通帳というのが出て、で731部隊にそのいわゆる丸太って呼ばれる実験材料ですね、中国の捕虜やなんかがこうスムースにこう移送されるようなシステムができます。でこの特異扱いに関する話はまた別の機会にお話、誰かな、僕以外の人は多分すると思います。それから、731部隊は関東軍に所属する、いわゆる中国東北部ですね、満州にあった部隊ですけども、戦線が拡大していくとともに、北京は北支那派遣軍、それから中支那派遣軍、南支那派遣軍とこうそれぞれの派遣軍ごとに、防衛給水部隊がくっついていって、でそれぞれの場所で731部隊と同じような姉妹部隊がどんどんできていきます。それから731部隊に関しても支部が作られていきます。これで実質的に1940年の農安とか農安大来とか忍法 と,、とかそれから41年の上徳、上徳とか忍法の細菌戦っていうのはもうかなり前からね行われていて、被害者も訴えているというのがあったんですけども、農安とか農安大来 の, 場合はまあこれペストですけどね、自然伝播じゃないかっていうかなり長い間言われていて、でそこにも731部隊が派遣して、でそこでペストにかかった人のまあ冒険といいますかね、解剖したりしてるんですけども、その写真は実は記録として残ってるんですね。でところがこのノーアンやノーアン大来も実は731部隊のマッチポンプだったと、そこでも細菌をまいたっていう記録が見つかりました。ですからその冒険の写真ですね、いわゆる解剖のね写真はまさに731部隊の人体実験の証拠写真
なっちゃった。まあ、ちょっとその辺がごめんなさい、あのいろんなあっち行ったりこっち行ったりでしたけども、まあ、こういう状況、つまり今はまさに中国東北部ですよね、いわゆる満州っていう場所にもともと住んでた人が、侵略者に対してスパイ活動をするっていうのは、まあ、極めて当たり前の抗日運動なわけです。こういう人たちを、捕まえて、で731に部隊に送ったっていうのが、まあ、牡丹江事件 の本質だろうというふうに思います。それで牡丹江事件の概要最後のところいきますけども、事件の中身をもう少し詳しくお話しします。まあ、86部隊が、まあ、成果を出すためにスパイ活動が盛んだった牡丹江で電波の探索を行い、海電波を探知してその発信先を突き止めて、張文前朱子英の自宅に踏み込んで、家宅捜査をして、まあ、そこで逃げたりしてもこう次々にね、芋づる式って書いてあるけども、別に白状してその証言をもとにっていうわけじゃないんですけどね、関係者を逮捕監禁で拷問にかけます。で、例えば朱子英を捕まえて、から鶏卵子っていうのは朱子英さんと結婚したのが17歳の時なんですね。で、当時朱子英さんはもう共産党の幹部で、それなりに活動してた。で、鶏卵子さん の叔父さんにあたる鶏恩瑞っていう人は、この人も共産党の活動家 でこの人に紹介されて朱子英さんと結婚するんですけども、で結婚してみたら朱子英さんは実はそういう反日地下活動している人だったということが分かって、それから協力して、で2年間はまあなんとかそういう暮らしをしていくわけですけども、2年後ので、1940年に朱子英の自宅に無線機が設置された。で、それからまあ先ほど言ったようなその諜報活動を始めるわけですけども、一方張文前の奥さんは劉慶傑っていう人 でこの人も夫婦で活動します。で、その協力者全体で朱子英の家では孫長山と五殿公、で鶏卵子も連絡役を務めて、で責任者は朱子英、それから張文前の家の方では、その奥さんの劉慶傑とそれから慶恩瑞ですね、この人が、まあ、連絡役で、張文前が、まあ、張文前は全体の統括者です、牡丹江のチームのね、ということで、活動していたんですけども、41年に86部隊 の憲兵の活動によって逮捕監禁されたということになります。それでその後女性たちはその場では捕まらなかったんですけども、やっぱり朱子英や張文前は口を割らないということで、劉慶傑も鶏卵子もそれから鶏卵子のお父さんも、お父さんは捕まっただけで話聞かれただけで結局釈放されるんですけども、鶏卵子さん自身は拷問を受けてます。上半身裸にされてこう顔を見て叩かれるとかっていう、で、ですから戦後私たちも会ってるんですけど もう腰があれですよね、腰にその後遺症が残っているような感じですよね。それでその朱子英の目の前でこう叩くわけですよね。でそうすると朱子英がもう妻は何も知らないと、まだねただ結婚してもまだ19歳ですからね、当時ね、殴るなら私を殴れって。でそして朱子英の方を殴ると何も言わないということで続いてたんですけども、まあ、でしばらくして鶏卵子さんもね、それから張文前の奥さんの劉慶傑さんの方も、まあ、私たちは何も知らないとただの主婦だって言ってとぼけたわけですけども、結局奥さんのたちの方は釈放されて、で、その後憲兵隊にそのまま留置された張文前や朱子英さんがどうなったかわからないということ でその後また憲兵隊にその奥さん2人で行って話を聞きに行ったりするんだけども、結局わからないということ で戦後になってですね、記録として、ハバロフスクの裁判記録でいわゆる牡丹江事件
の中で、朱子敏という人が捕まって731部隊に送られたという記録があります。で、朱子敏という人は当時そのでこれは憲兵の方の記録にもあるわけですから、長文全員か7名が逮捕されたっていうね。でそうするとそこに該当するのは朱子栄のことだろうということで、それ以外にその該当者はいないということでこの人が朱子栄だと。で長文全の方はどうかっていうと、長文全さんの方はどうも731部隊に送られたんじゃなくて憲兵に殺されてんじゃないかっていうことなんですけどね。ただ分かりません。ただ少なくともこの裁判資料の中でハバロシアのね、でちなみにハバロフスの裁判っていうのは戦後731部隊のことを追ソ連が追及していく中で行われた裁判ですね。でそこの記録として残ってるわけですね。この4名の、朱子敏さんってこれは朱子栄さん、それから村長さん、五殿子も確か字が違ったかな、この人たちが特異扱いとして731部隊に送られたっていうのはことでしょう。長文全応政令についてはその後の記録がないのでわからないんですが、おそらく憲兵に殺されているんじゃないかということです。で類似の事件として白頭法事件っていうのもあるんですけどね。でここでもこれは小国人さんが両方ともチームリーダーでそれぞれの地域にこう組織した反日地下活動グループが両方ともこう憲兵に捕まって逮捕されて、で731部隊に送られた、あるいはその場で殺されたということです。で、この話を私たちは、1991年の6月と8月最初に言ったように、中国に行って、話を聞いてきました。で、これが鶏卵子さんですね。この写真はいつ頃かな、多分戦後の91年ぐらいですね。3つの写真かな、三津武さんの写真だ。91年の時の、6月に撮った写真です。でこの後いろんな時期の写真、本当若い頃のね綺麗な写真もあるんですよ。それからあともうすでに出締めの最後にありますように、2006年に、亡くなってるんですけど、その前に裁判、そうだ、戦後の話はちょっと後でまとめてしましょう。とにかく、これが鶏卵子さん。でそれからこちらが長文善さんの息子さんだ、長文善さんと劉慶傑さんの間にできた子なんですよね。兄弟で、これがチャン・クーイって言ってね、チョウ・カイさんで、こっちがチャン・クータン、チョウ・カタツ。で、チョウ・カタツさんとあんまり会えないですよね。こっちの方が国のお役人ですからね。中国がこっちの人を出してくるみたいな、なんかそういうのがあるみたいですけど。我々初めて行った時は、チョウ・カタツさんにお話聞いてます。両方。ただ僕自身はいないんですけどね。僕自身は北京まで行ったんですけど、その後皆さんがハルビンに行った時にちょっと別の用事があって帰っちゃったんで、実はこの写真もいかにも自分が見てきたように言ってますけども、うちの会として持ってる写真です。これ、これを写真はあれか、カラーの写真はこっちの笹山会で行ってくれる写真ですね。もっと後で、もっとずっと後ですね。でこの人がその小国人さん、ね、全体のリーダーだった小国人さんも戦後ずっと生きてて、91年の時にお話聞いてるんですけども、この人が持ってた長文善さんの写真です。で我々はつまり人骨 の身元確認のために遺族じゃないかっていう人がいればね、そういう人を紹介してほしいっていうことで調査活動に行ったわけで、目的はね、それでこういう写真をもらって、それで例えばスーパーインポーズみたいな方法で骨とね照合すればもしかしたら出てくるんじゃないかって、でその人の特徴とかいろんなことを聞いてきました。でその中で、この長文善さんはですか、731部隊の犠牲者っていう可能性もなくはないですが、憲兵に殺された可能性が高いですけど、一応我々としてはね、この方たち
からも申し立て書を預かってきています。それから陳南さんの方の、あのはまさにあの旦那さんが犠牲になったわけですけども、こちらは写真など残ってないので、まあ、いろんな特徴を聞いて、お話しいただきます。でただ我々があって骨の調査のためにねお会いしたんですけれども、あの本人たちはまず最初にね、あの91年の6月に日本人が2人行ったじゃないですか。日本人何しに来たっていう感じでほとんど話をしてくれなかったんです、最初ね。ところがあの最初に行った先遣団、渡辺昇先さんっていう人はもう猛烈に中国大好きな人で、いわゆる、某人たちからはいわゆる中国猛獣分子と言われるような人で、でその人ともう一人が中国とのハーフだったんですよ。あ、クォーターか、クォーターだったんですよ、水武氏っていうのはね。でそれでとにかく飲んで飲んで交流して、で向こうでその間に入ってくれた人が金元さんっていう人で、この人はあの、遊戯促進会の幹部だったんですけども、実はあの武順戦犯管理所 の, あの後半の所長なんですね。ですから中国の中でまあそれなりに非常にあのなんていうかな、話が通じる人だったわけです。でそれで、仲介に立ってもらって、なんとか話が聞けて、でだんだん説得してね、あの、申し立て書なんかももらってきました。で、で申し立て書は何回かあの時期によって書いてもらってるんですけども、これはちょっとはっきりしないけども2099年ぐらいに書いてもらったのでしょうかな、これ。まあ、もっとも、ケイランチさんはあのこんな字書けないですから、代筆なんですけどね。あのまあ、内容的には、あのもう3回日本に来て、新宿とも話して、来たんだけども、まあ、全然問題が進展してないのはどういうことだ、なんとかしてくれっていうようなあの内容です。確か。ちょっといろいろ資料探してきて、これぐらいしか見つからなかった。それでその戦後のことなんですけども、まあ我々が91年に行ってこういう話を聞いて、で話をこうずっとしていくとね、やっぱりこの人たちはその新宿の人骨なんてよく分かんないわけ で, で人骨からその耳元を探してほしいっていうよりも、本人たちが受けたあの被害に対して賠償してほしいっていう気持ちが強いんですよね。それであの南さんたちが起こしたあの裁判で、あの中国人の戦争被害者の裁判を広く起こしました。でその中で731部隊に関しての原告になってもらって、でこの人とまた別な人と何人かいるわけですけども、それで、あの裁判が95年ですか起こしまして、まあ、当時731部隊と南京の犠牲者と、それから南京事件の、ね、虐殺事件で、それから無差別爆撃の犠牲者とこう一つになって一緒になった裁判だったんですけども、で、日本政府を訴えて、でこ の, あの裁判所で陳述するとか、なんとかっていうことで何回か来てんですね。ですからその辺の話はあの後で質疑応答の中で宮城さんとか、ね、お話ししていただいたらいいと思うんですけど、とか大谷さんとかね、大谷さんの支えから事務局長で、この実はこの回もあの、まあ、この回はネットワークかで、ネットワークにはいろんな団体が参加してるんですけども、その中で、731部隊の犠牲者遺族を支える会っていうのがあるんですけど、これはもともとはこの裁判を支える会だったんです。ただ裁判を支えるって言っても裁判は終わっちゃったわけです。みんな基本的にあの戦国省裁判は全部2007年できちっと切られてますからね。で、だから実はね、あの徴用工の問題なんかもその辺からきちっと話しなきゃいけないと思うんですけども、それはまあ今日のテーマじゃないっていうか、僕には荷が重いので、むしろこちらをお話してもらった方がいいと思うんですけど、まあでじゃあ裁判が終わったからっつって被害者は残ってるんですよね。まあ陳南さんはもう裁判が終わる前に亡くなっちゃったんですけども、それ以外の被害者の方も残って、あの被害者遺族の方も残ってますから、そういう人たちのケアはやっぱり続けていかなきゃいけないと。裁判が終わったから運動も終わりっていうのはこれは日本人のエゴですからね、被害者の思いがちゃんとあるわけですから、その人たちには対してちゃんと応えていかなきゃいけないということで、後継の団体として被害者遺族を支える会ということで、まあ、あの
その思いがどれだけ実現できているかどうかっていうのはあるんですけども、まあ、とりあえず枠組みだけは作ってあるというのが実はこの場合、何分ぐらいですかね、以上で、まあ、一応ちょうどいいぐらいですか。そうです、1時間で。ちなみにこちらの方は一応少し持ってきてますので、もし必要ならこれなんとですね、定価700円のところ500円でお分けします。どうもありがとうございました。